一は、今回行ってきた山はこの棚岳っていうところですね。標高は385メートル。まあ、正直この山は、まあ、景色を見るためだけの山っていう感じでしたね。まあ、頂上の方はなんか住宅街が作られるのか工場が作られるのか分からないですけど、もう完全に木も切り倒されて、なんか盛り土盛られて、何か建物を建てようとしているような感じで、もう頂上の手前500メートルまでは車で行けます。で、そっからはちょっとね、車両通行が禁止になったんで、そっからまあ歩いて行って頂上まで行ってきて、まあ、一応動画撮りはしたんですけど、まあ、景色見るのには、まあ、障害物がなくていい場所ではありますけど、まあ、動植物を見るのに対してはもうあんまりおすすめできる場所ではありませんね。車両通行なんか禁止みたいですね。まあ、歩いていくしかないですね。ちなみにこの田野岳の途中、なんか太陽光発電の場所になってるみたいです。田野岳の頂上ですね。はい、田野岳頂上付近ですね。あれはもしかして氷島かな。多分氷島だと思うんですけど、まあ、バッタとかは塔はいっぱいいますけど、なんか特別珍しいものがいる場所ではないみたいですね。まあ、途中から車では来れなくなるんですけど、まあ、ちょっと歩いてこの景色見るぐらいならいいんじゃないですかね。やっぱ今真ん中の方にある氷島の景色が一番、カメラ持ってくればよかったな。拡大でちょっと見るのもよかったかも。